皆さんこんにちは。こんにちは。今回はご報告があり動画を回させていただいております。ことの詳細をマー君の方から伝えていただきたいと思います。皆さんこういった経験をしたことありますかね。この間ですね、僕たち離島の方に釣りの方で行かせてもらった時にお昼ご飯食べようと思って島のご飯屋さん、そこに入って席に座ったらなんか見覚えあるなここのお店って思ったんですよね。って考えながら料理が出た時に僕気づいたんですけど、絶対ここに来たことあるんですよ。そう思ってお兄ちゃんの方にここ来たことないよねって尋ねたら、お兄ちゃんの方もえっお前も俺も来たことあるって思ったんだよね。しかもこの席で確実にその島には2人で行ったことないんですよ。ただお店の名前、席の位置、料理、お店の中のトイレの位置、行ったことないのに頭の中の記憶と一緒なんですよ。トイレの場所って言ったじゃないですか。トイレ行ってないんですよ僕ら。だけど僕行った記憶があるんでトイレの位置が分かったんですよ。店がこうあるとするでしょ、この角にトイレがあったりとかするじゃないですか、けど左っこ奥の方に通路があって、その通路をまたさらに奥に入って行ったところにトイレがあるんですよ。そこおかみさんにね、トイレどこですかって聞いたんですよわざと。そしたら通路奥に行ったらありますと。で僕が記憶してる場所だったんですよ、そのトイレが。多分マー君も一緒やと思うんですけど、みかん屋っていう店に、マー君とこの席に座ったっていう、その記憶も行ったことないのにうっすらあるんですよ。あるある、うっすらある。確実に2人で行ってる記憶なんですよね。そうなんですよ。記憶は調べたんですよ、お店の名前特殊なんで、出るでしょ絶対、普通に、ないんですよそこしか。そこが怖いですよね。ゾッとしまして、おかしいよね、行ったことないよね、でも行ったことあるよねって言いながら行ってたんですよね。その後釣りのポイントに来て、そこで竿を振りた瞬間、ここ来たことあるなってなったんですよ。絶対来たことあるよねって話してた時の映像がこちらです。変わるとかね、うん、俺さ、もうなんかもうここ一回来たことない？ある？あるよね。ある？俺ここ今さっき行きよってさ、俺ここ俺来たことある？ある。俺やっぱ来とるよね俺ら。来とら。いや、みかんでわかるやん。もう行ったことないよ。でもさ、俺ここ来たことあるわ。皆さん見られました。置いてるカメラですから、はい、定点カメラでピントがいきなりずれたり。今もね。ちょっと待って、俺。ピントがいきなりずれたり。どうなんやろ今このライトがピンって電圧が上がっちゃった感じの。そんなことが今ここ最近ずっと起こってるんですよ、はい、で今回ですね、動画を回したのもちょっと皆さんにお聞きしたいなと思いまして、何が起こってるんだと僕ら自身に、デジャブってあるじゃないですか、記憶のどこかに現実で起こってること、前にこう体験したことあるとか経験したことあるとか、これってデジャブじゃないですか。これってありますよね、よくよくあると思うんですよ。ただこのデジャブがこの2人シンクロするその現象、言い訳できないですもんね。いや、できないんですよ。できないんですよ。自分だけだったら、あ、いや忘れてるだけ、来たことあるな、はい、で済ませられるんですけど、はい、こうシンクロの場合それが不可能です、はい、言っちゃうと、まあ似てるお店ポイントだったのかなで片付けたんですけど、僕らお店の名前がみかん屋っていうお店の名前でですね、非常にインパクトが強い、なんで忘れるわけがないと。まあワンチャンポイントは似たところが、まあ、あってっていうのはまあまあわかるんですけど、お店に関しては忘れることがないと思うんですよね。でもそこのお母さんにも聞きましたよね。はい、聞きました聞きました、うん、他の島に同じ名前のお店とか兄弟姉妹さんのお店とかないですかって聞いたんですよね。
いや、ないです、うちだけですっていう話だったんですね。そう、離島なんで、まあ、店がそんな多いところじゃないんですよね。そうなんですよね、はい、うん、で行ったその離島っていうのは覚えてるんですよ。データも全部残ってますし、うんうん、ボツになったものも全部残ってるんですよ、うんうん、調べたんですよ、全部データないんですよ、ないんです、行ったことないんですよその離島どう受け取っていいのか、この現状、起こったことを。ふわふわしてますもんね。いや、すごいふわふわしてるんですよ。答えがないんですもんね。ないんですよ。僕としてはこの霊魂をちょっと茶化すじゃないですけど、流れで来てるんで。茶化してますか。茶化してないです。俺が霊魂。いや、霊魂やろ。ケビン・ベーコンです。もう朝一霊魂やこれ。何の力。ケビン・霊魂です。霊魂と塩が効いてるんだと思います。霊魂といかは一心同体です。わかるの。霊魂でありがたがってますから僕。だからそういうところですよ。ありがたがってもいいでしょ別に。霊魂を。だって釣らしてくれてるんだもん。いや、もう笑い事じゃない。笑い事じゃないんですよ。僕も周りの人間、まあ友人だったりとかね、このお話させてもらって、いろいろな説があってですね、はい、前世説か。前世説、ああ、うんうん、前世に行ったことあるよ。そうです、そうです、そうです。え、でもみかん屋前世なくね。お前と俺の前世なくね。ない、ない、前世ないか。受け入れられないから。その他何があったんですか。脳が完全にいっちゃってるって言われました。それならそれで、それが一番解決策ですけど。はい、分かってんですけど。病院に行けば済むんで。そういうことで、はい、前世説と、頭がいっちゃってる説、うん、はい、この2点なんですけど、うん、皆さんどう思います。ぜひね、そのまあアンサーを、うん、コメント欄にね、書き込んでほしいなと思います。逆になんか霊とか見えるって方いたらですね、はい、いませんかね、誰か。あのなんとなくわかるとか、なんか色が見えるとか言う人もいるじゃないですか。その人の色が見えるとか、答えとかでもいいですし、その体験談とかでもいいですよね。私も、自分もこんな、はい、経験してますとかでもいいですし、はい、なんか僕たちを助けになるコメントをもらえれば、はい、釣りできる。はい、間違いないです、うんうん。まあ、今回の動画はね、まあ、ちょっと最近起こった、うん、怪奇事件っていうんですかね。みんなに知っといてもらおうと思って、ね、そう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 、状況をですね、うん、ぜひ解決策、コメントだけお待ちしております、はい、よろしくお願いします。